はい、オータムリーブスです。今日3回目の配信になります。パスオブエグザイルやっぱ面白いですね。何度でもやりたくなっちゃいますよ。で、まあデュエリストでレベル25。1日レベル25ってのは早いのか遅いのか。まあでも多分モサたちってもうずっと今日の午前3時からやってる人もいるかもしんないから、そういう人ってもうレベルいくつなんかだね。100とかいっちゃってんかな、もう。で、まあなんか、前回っていうか今日の11時くらいにやってた配信だと、このダンジョンに入っ、このダンジョンじゃないな。これか、このダンジョンに入ってったら、なんかこう闇みたいのが出てきちゃって、今街の住民からめちゃくちゃ文句言われてるんですね。なんかお前どうにかしろよみたいな。お前のせいだぞ的な。なんでそれをちょっと、直しに行くのかな多分ね。どうにかしてこの原因を正しに行くっていうのが今回ですね。ちなみに今ね、アクト2のね、途中くらいね、半分くらい来てんじゃないかな。で、あ、やべ、スキル外しちゃった。で、オータムは今、デュエリスト使ってて、で、この、なんだっけ、剣投げるスキルを主に使ってるところです。まあ、割といい感じにいってんじゃないかなっていう、結構ユニーク装備も集まってるんで、とりあえずね、なんか詰まったりはしてないから、全然いけると思うんだよね。グライナーウェイ。ああ、火だ！火を吐いてやがる。あ、また出ました。今回のイベント要素。ところで、この人誰なんかなね？金、なんだろう。これがタイタンかな？今回のイベント名の由来になってる。で、多分このモンスターが捕まってて、いつもあれだよね。これをさ、召喚させると、あ、ほい！お前なんか、串刺しにしてやる！ナイフを食らえ！ナイフを食らえ！倒した。リロードの履物、革のベルト。なんか微妙ですね。まあいいや、どんどん行きましょう。あー！熱いよー。これも、あれだよね、リーグ要素だよね。今回のっていうか、昔のやつ。この赤いゲージね。ゲージやね、ゲートね。どうしよっかな？行こっかな？確か、バールスキル手に入るやつやね。私なんで海外のハクスラってのは、こう、暗いっていうか、気がめいるような色ばっか使ってんからね。なんかオータムもちょっとトーテムかミニオン欲しかったな。ちょっと一人旅が悲しくなってきた。どんどん行くよ、どんどん行くよ。これ多分木じゃねえ、本がある場所にね、バールスキルあるはず。バールの肉体採掘士、クテック。クテックー。これでここクリアだろう。バールの器、これ壊すとね、いろいろ手に入るんですよ。エクスプローシブトラップ。微妙。あー、ちょっとしょっぱいわー。訳されてないし。畜生！畜生！じゃあ、どんどん次行こう。よし、神に捧げたまえ。勝負だ。
イエーイ。まあまあまあ、微妙だけど、まあいいんじゃないの？あー、びっくりした。暗い、暗い。この野郎、この野郎。暗い。暗い。よし、せっかくなんでね。現れたまえ。あー、炎だ。ちょっと強くね、こいつら。君、ちょっと強いんじゃないか？暗い、暗い。あ、逃げるな、卑怯者。暗い、暗い。おー、やばいやばい。どうした？危ねえ。そう簡単にやられてたまるかい。チェーンベルト、バンド。どんどん行きます、どんどん行きます。じゃんじゃんバリバリ、じゃんじゃんバリバリ。パースオブエクザイルー。今日中にアクト3くらい行きたいよね。大洞窟。ああ、攻撃される直前に飛んだ。ぜ。おー、幽霊がいる。幻影のオカルティスト。いねい。醜い怪物どもめ。ひどまりだ。H の書。パスオブエクザイル。今度いけるね。これ。プライムキル、強力なクリティカル。クリティカルは勘弁してくれー。行くぜ行くぜ。暗い暗い。いいね、いいね。H の書。貴様ら、毛深い怪物。大体怪物って毛深くないか。プール。さらばだ。我が前に敵なし。なんもねえぞ。右上の方かな？それで行くぜ。ゴー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 。ゴー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 。古代のピラミッドを見つけろ。ピラミッドね。あ、古代のピラミッドを登れ。クラフトレシピ。はい。これがピラミッドか。払おうよ。
火がつくのはなんかいいね。ああ、なんでやっていくか。身軽に旅をする方がいいと思う。混沌ダメージに耐性があるんだって。俺は混沌ダメージなんか与えないぜ。おー、お、なんか、ぶん投げる系のスキルじゃないこれ。ボンアーチャーの死体を着弾地点に生成する？なんだそりゃ。どういうこっちゃ。敵に当てるとなんか起こるのこれ。なんか起こってはいるけど。あー、死ぬ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 。何が起こってるかわからん。あー、なんか撃ってるね。え、これだけ？あっくないけど。ちょっとスキル系もうちょっと鍛えたいなぁ。絶対これが一番強いって今のところ。お、またレベルアップしちゃった。H の書。レベルアップしとくか。とねぇ。こっちはなんだ？弓ダメージか。あ、どこ行きゃいいんだろうね。よし。結構威力上がっちゃってんじゃないの？あ、隣の部屋だった。畜生。行くぜ行くぜ。開けろー！門を開けろー！はい、古代のピラミッド行きまーす。ピラミッド。部屋の中からだとなんかピラミッドだかなんだかわかんないけどね。なんだ、まさかり、まさかりかついだ。忘れちった。いいね、いいね。お、もう次のステージっていうか、階を見つけた。古代のピラミッドを登れ！登れ！一瞬で解けろ！ガンガン行こうぜ、ガンガン。あー、なんだなんだ。よし。行け行け。ざまみな。骨っこどもめ。そして、おぉ！で、上に行く部屋が、こんなすぐ場所、そこにあった。よし。ネクロマンサー、その命もらい受ける。
灰の預言者だった。ネクロマンサーじゃねえ。よーし、切れたぜ。ゴーゴーゴー！ H の書。この部屋じゃないな。あげ、いたぞー！貴様が死ね。次の部屋。暗い暗い。次の部屋へ。頂上だ。これボス戦じゃね？そしたら。闇の祭壇を起動しろ。バールオーバーソウルを倒せ。倒してやりけーの。倒してやりけーの。出るか出るか来るか来るか、あはー、なんか、こんなの見たかなぁ。やばいやばい、死ぬ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 。ああ、戦ったわ、こんなやつ、そういえば。暗い。まあ、倒せなくはないね。けどまだ半分もいかねえのか。なんかダメージが低い気がする。このプレイキャラクターのね。やっと半分。また敵がいっぱい出てくるタイプか。この繰り返しか、ゲーのないやつめ。あお。この後ビームじゃね？あ、ビームじゃなかった。おぉ。やべやべ。雑魚敵がいっぱい。倒せ倒せ。いったー。でね。正直欲しいのはないんだよね。じゃねえか。ピラミッドの出口が開いた。あ、第三章入ります。行きます。第三章。これかな？こっちかな？三市街。
皆さん、さようなら。来ました。虫けらどめ。アクト2からやってきてやったぞ。なんか全然さっきまでと違って明るくなっていいね。護衛を倒し少女を救出。救出するぞ。少女の味方、オータム・リーブス。この恥知らずどもめ。暗いな。イエイ。あは、元気だったかいお嬢さん。この、変質者め。変質者どめ。少女に近づくな。もう倒したかな。いや、クラリッサさん。なんて言ってるかわかんねえよ。なんだか、少女というには、いささか、お年を召されているようだが、まあいいだろう。道はどこだ？あ、こっちだ。こっちか。だぜ、3の矢H。こんばんは、こんばんは。こんにちは、こんにちは。日本から来ました。あ、これね、ダンジョンなんですよね。アセンダンシーって言って、今オータムね、デュエリストっていう要はクラスなんだけど、それからさらに細分化するときに、あのダンジョンでいろいろやんなくちゃいけないっていう。はい、マラモア。さよなら。はい、ハーガン。この辺はもう訳してないんだね、まだね。ステーションレーティング、マキシマムライフ。まあまあ悪くない。歩くのはちょっと遅くなるけど、こっちのがいったなぁ。よし、くら替えしよう。元素ダメージ、知性が足りない、頭が悪いってことか。こっちもね、コラプト状態ってなんだろう。探してみっか。POE、コラプト。コラプト、日本語だと出てこないな。あ、英語で検索すると出てきた。日本語に訳す。ああ。損してるっていうのか。これ壊れてんだってさ。というわけで。ダブルストライク。ダブルストライクを強化できるな。あれ、同じの2つつけてる？もしかして。
同じのつけてるな、二つ。あ、いや、ちょっとアイテムって、スキルをそろそろ見直したいところですね。これもコラプト。コラプトばっかがい。ちょっと気になるけど。アイテムを買う。特に欲しいのはない。セーリスかな。スタッシュ。3秒間で604。お。と。これさあ、緑赤赤じゃなかった方がいい。緑赤とかが良かったな。ちょっと変えてみっか。どうかな。かけで、こんなとこでどうでしょうね。うん。これちょっと取っときたいね。こんなもんでいいだろう。なんだモンスターかこいつは。あ、相場でトールマンを見つけろ。アセンダンシーの試練。アセンダンシーはまだいけないんだな。本国罪の間、第二章。あー、でも頑張ればもういけんか。ちょっとレベル上げたいな、けど。多分ね、30レベルは行ってた方がいいんだよね。これはさておき、相場は、あ、方角的にこっちだよね。行くぞ、スラムへ。スラムって偉い言い分だよね。というわけで三章に入ってんだな。
うだろ、ダメージ上がってるか、さっきより。ええー、こっちか。上から見下すんじゃねえ。一回さ、一生に戻ってさ、あれかな？あ、なんだ、下水の鉄格子。鍵がかかってる。三色装備。あ、スラム街って言うけど、人は全然いないんだな、これ。うん、行かねえよ。薬せっつーの。オーバー。なんか今すげえ速さで攻撃したな。あ、生き返らせるな、バカ野郎。なんだろう。なんかでかくなってる。おーおー、ユニーク装備かな、これは。ムーブメントスピード69マキシムライフプラス、リジェネ 6.3 ライフパーセコンド、ライトニングレジスタンス 30%、 フィジカルアタックダメージリチャードライフ。腐ったラウンドシールドかな、やっぱり。さらに、これは2回はダメか。やめろ、生き返らせるんじゃない。
ワオ、ルビーの指輪。ファイヤーレジスタンス、インクリーズファイヤーダメージ、ゴールドレジスタンス、チャンスと、読めね。アタックスピードファイルイン。だな。なんか右で光ってるのあれ指輪が光ってるのかな。ちょっと強そうでかっこいいね。どんどん行きましょう。どんどん行きましょう。燃えろー化け物どもまだいるのか頼るんじゃねえ。何匹やがるんだ。よし。さらにユニークアイテムを出してもらう。現れろ。まだ死なねえのか、こいつ。なんか光り輝いちゃってるし。おー、フラスコ。おー、35% to all elemental resistance. During フラスコエフェクト 6%。うん、まあ。悪くないけど。もうちょっと普通にヒットポイントか。あ、こいつにさらに。フレームストライダー、ストームストライダー。ちょっとやばいかも、これ。倒せるかな？だいぶ強そうじゃね？あ、これダメだ。倒せねえわ。さっさと行こう。もっと奥に行きたいんだよね。この野郎。
ょ、ろくなアイテム落とさねえ。これは三色装備だ。全然攻撃上がったった。おお。まあ、こっちやろうな。みんな魔法を使うな。どうやっていけばいいんだろう。こう行って、はい、イエティ、やめろー、多勢に無勢、多勢に無勢だ。ファイエティ。貴様は私が倒す。全然さっきのやつの方が強いわ。やべやべ、死ぬ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 。やばい、雑魚敵を出してくれ。逃げるのか、卑怯者。オールマンの腕はフラリッサのとこに届けろ。誰だこいつ、あんた誰だ。あ、いい、ターンの矢根地に移動。ね、敵が受ける物理ダメージを増加させるオーラをまとう。いいね。今さ、オータムが持ってるオーラってなんだっけ？クリティカルと命中率ね。お、一体の敵を呪い、敵、投射物によって受けるダメージを上昇させる。はいはいはい。あー、これなんかいいんじゃないの？迷うけどね、こっちかこっち欲しいよなぁ。でもこれかな、 17% ってあるからこっちの方が高い。
要はこれを敵にくっつけた後に、なんつうの？スプリッティングスティールを使うと多分ダメージが増えるんだよね。というわけで、あ、これはあんま使わないからな。はい、クラリッサ、私に来たよ。おー、すごい、下水道ありましたね、さっき。ウリゴー、何がどうなってそういうことになったかは分からんけど、ちょっとねスキル見直そうかな。アクト1に戻って、1のあの女の人が一番持ってるんだよね。売ってるか、売ってるんだよね。アイテム買う。あ、いっぱい売ってるね。ちょっとね。血立サポート。二つ増える。ダメージが 9% 減る。ちょっと微妙。7% 上昇ね。まあ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 。非ダメージ追加。ノックバックね。12% 上昇、はいはい。あー、なんかこれ良さそうだけど。ちょっと買っとくか。あとあれだよな、なんかトークン系欲しい。どうすかな。
でもね、緑赤赤になってくんねえかな。あ、いいね。緑緑赤か。でもいいのか。あ、違う。これ使いたい場合は、まあいいんじゃないの。ダブルストライクにダメージ追加と、フラット&サンド。まあ、ちょっと強くなったんじゃない？これで。それさ、アクト2さ、あの暗闇が解除されたと思うんだけどさ、そのことでお礼とかもらえるかな？なんか俺言ったらどうなんだ。うん。今のところは私は槍を下げる。なんかよこせよ。うん。それだけかい。なんかよこせ。よ、なんもくれねえのか。せっかく救ったっつうのに。さて、どうすっかな？配信を1時間経つから終わりにするか。そうっすね。アクト3に入ったんで終わりにします。お疲れ様でした。オータムリーブスでした。